県全体の防災体制を検討する県の部会の会議が開かれ、柏市と五条市に整備する防災拠点の規模が示されました。会議では、県立柏公園と五条市の県有地における整備の規模が示されました。このうち、五条市の県有地には応援部隊のベースキャンプにおよそ7万7千平方メートル、 ヘリパッド・駐機場におよそ1万5千平方メートルを確保し合わせておよそ9万5千平方メートルを整備するとしましたまた、県立橿原公園では寝室・救助活動拠点や航空搬送拠点など合わせておよそ4万9千5百平方メートルを整備することが示されましたこの2箇所をですね、どういうふうな組み合わせで あのどういう機能を持たせてやるのかというのがこれから大変重要な議論ではないかと思っています次回の検討部会は8月20日に開かれ中間取りまとめが行われる予定です男女の格差・ジェンダーギャップを見直し組織力の向上につなげようというセミナーが奈良市内で開かれました ジェンダーギャップは少子化や労働力不足の大きな要因とされています企業の経営者らを対象に開かれたセミナーで山下知事はジェンダーギャップの解消には皆さんのリーダーシップが必要ですと呼びかけました続いてそれぞれの価値観などに合わせた多様な働き方や 女性の活躍を進めているたな、その人にったです、ね、制度や機会が必要ということで、この方を進めにはしっかり理解していただいて、これを推進できるような形でですね、取り組んでおります。 このほか、仕事と育児の両立やライフスタイルをしっかり守って働く県内企業の柔軟な働き方の事例も発表され参加者の関心を集めていました。